Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tone. 20世紀ロックへようこそ。今日はいわゆるロックネタの動画ではなく、このチャンネル的に最近スタートしたメンバーシッププログラム、その名も20世紀ロック普及委員会についてお知らせしたいと思うんだけど、そもそもメンバーシップって何ぞやって話は YouTube スペース開けてメンバーシップとかでググればいくらでも出てくるはずなんだけど、でも簡単に言うとファンクラブみたいなもので、その単にチャンネル登録してるだけじゃない、もっとこう応援団というか親衛隊的なスタンスで20世紀ロックを積極的に見守ってるぜって、そんな方たちにご賛同いただけたら嬉しいなと。この動画の概要欄にリンク貼ってるんで、そこからポチッと登録画面に移動できるはずです。iPhone の YouTube アプリからだとメンバー登録のボタンが表示されないみたいな謎の事象があるようなんですけど、ぶっちゃけ Safari とか Google Chrome とかブラウザ経由で見ていただければ問題なく表示されるはずなんで、まずはね、なるほど、ダイラがメンバーシップ始めたんだなって、そこまではご確認いただきたいかなと。ぜひぜひ何卒よろしくお願いします。で、ご賛同いただくからには何かしら特典を用意しなきゃなんですけど、そのあたりはおいおい形にしていけたらっていうのが今日の時点では本音だったりもして、その例えばメンバー限定のオフ会だとかオンライン飲み会とかね、そういうことだって考えられると思うし、もっと言えば俺がライブする時の優先予約とか、まあ夢はあれこれ広がっちゃうわけなんですけど、でもひとまず確実にお約束できるのは 100% のコメント返し、しかもできるだけ即レスっていう、これは直ちに実行に移せると思うんです。もともといただいたコメントには、そのよほどのアンチコメント以外は返信してたんですけど、嬉しいことに最近はその過去動画も含めて結構な数のコメントをいただけてて、全部見てるけどさすがに全部に返信は無理だなってなっちゃって、なんかより好みして選んで返信するのも微妙じゃないですか。なんだけど、そのメンバーからのコメントっていうのは一目でわかるんで、そこはちょっとエコひいきというか特典として心を込めてレスさせていただくぞと。あとそうだな、実はこれまで一度出した動画は削除しないみたいな、暗黙の方針があったわけなんですけど、でもいい加減数も増えてきたんで、ひとまずは過去のライブ配信から徐々にメンバー限定公開って形にシフトしていく予定だったりします。だって初めてのライブ配信とか、そんなんご新規さんに見られちゃってもね、恥ずかしいというかマイナスでしかないだろうし、でもこのチャンネルに愛着を持っていただいている方なら逆に楽しめるかもしれないって、そんな側面もある気がするんで、過去動画に関してもその微妙なものほどメンバー限定での公開に切り替えていこうと思ってたりします。あとはそうだな、これを最初に言うべきだったかもしれないですけど、今週末のね、その7月1日土曜日のライブ配信は20世紀ロック普及委員会の結成式ってことで、ひとまずねメンバー限定での配信にさせていただくことにしました。ライブ配信に関しても、その以前からコメント多すぎとか、嬉しいことなんですけど、でももうちょっとコンパクトにその分濃ゆくコミュニケーションしてもいいんじゃないかって、そんなご意見もいただいたりしてたんで、試しにね、まずはトライアル的に一度やってみようかなと。で、広くみんなに見てほしいみたいな内容になったら、その時はアーカイブを公開すればいいと思うし、逆に過去最高に泥酔して使い物にならなかったら、その時はメンバー限定のまま柔らかな公開をすればいいって、ちょっとそのあたり今後どうしていくかとか具体的には決めてないですけど、でもコアなリスナーというか、少なくともダイラさんに愛を持って接してくれる方だけが集う特殊な環境でのライブ配信ってどんな感じだろうって、ちょっと自分でも興味あるんですよね。つかそっちの方がリアルなロックバーの雰囲気に近いんじゃないかって気もするんで、どうなるかわからないけど、今週はねメンバー限定でクローズドな環境で配信させていただきます。誰もが見てるってわけじゃないから、基本的に NG なしのブレーコーだし、なんならズラ被る必要もないのかもしれない。いや、さすがにズラは被るかな、もはやトレードマークだったりするからね。あれこれ話しちゃいましたけど、実はお伝えしたいことはただ一つ。20世紀ロック普及委員会としてメンバーシップにご賛同いただける方は、ぜひこの機会にご登録いただきたいと。ちなみに会費は月額690円としました。なんたってロックチャンネルなんでね、高いか安いかは皆さんが判断することだとは思いますけど、でもその20世紀ロックを支持するぜとか応援してもいいよって人はね、ぜひご登録いただきたいですし、そのメンバーとして土曜日の23時にお会いできたらと思います。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。ご登録お待ちしてます。